つかみ取りは先月オープンしたばかりのモユク札幌で行われました。年末の大売り出しに合わせて1949年から続いていましたが、コロナの影響で中止されていました。今日は公募で選ばれた6人が千円札を手をいっぱいに広げ掴んでいました。さらには1万円札のつかみ取りも行われ、選ばれた男性が76枚を取り出し、残りはファイターズの加藤豪介選手が助っ人として参加。男性は150万円を手にしました。たぬきに渡されたような感じです。たぬき工事最高です。これからも通い続けます。